さて、本日もこちらをやっていきたいと思います。前回の場所で迷ってしまって、あの後どうすんだって思っていたら、あそこで浮遊石をゲットしなければ進めないそうですと。また誰かとの合体キャスティングか。どうしたんですか、舞子さん。はい、あいつすごい頑張ってましたから。そうですね。あ、はい。イエス。はあ。あの二人がコンビを組むって結構いいかもしれません。ラストランページ。まったりとした食感に気持ちが落ち着いてくる。とりあえず浮遊石は毎回毎回一つずつあるようですと。まあ正直攻略本とか見たら一発なんですけどね。ワープゾーンで、確か攻略本見る限りでは、ここら辺にあったような。違ったかな。しかし、流星まだ見てないな。太陽は出したけど、といった途端に太陽が出た。アドリブパフォーマンス。火炎耐性より回復の方を選ぶ。回復じゃねえ、回避を選ぶ。氷結マスター。
こうか。マスタープール。浮遊水晶。浮遊石じゃなく浮遊水晶だった。で、この浮遊水晶をゲットしてここにはめ込んで、さっき拾ったあの石、ちょうどここにはまりそうだ。どうする？石をはめてみようか。どうやらこの石が鍵になってるみたいだ。55か。てめえや、あの時の屈辱忘れたとは言わせねえぞ。50人みたいな雑魚についたばかりに俺の力はあんなもんじゃねえ。韓国領の力で蘇った俺の力見せてやるよ。お前殺せ。ま、とりあえず先にこれを使うか。新しく出てきたこの2人、ラストランベージ、ライバル同士の。一旦相手に攻撃すら許さなかった。貫通。エスパーだ。チャージ。まあ手帳つなぎりゃな。強引者。マスター、どうやら最後の戦いが近いようですね。お礼を言うのは私の方です。私の命は本来なら二度目に敵に支配された時に尽きていました。それを救ってくれたのがマスターです。この恩義、いくら尽くしても報いきれぬものではございませんが、最後まであなたに尽くさせてください。この言葉って守りにも、そしてバリーにも言ってるんだよな。最後の戦いも近い。気合い入れよトーマ。敵は強大だ。
俺はとっくにキライマックスだぜ。そうか、お前はそういうやつだったな。どうも、ここまでの旅路大変だったが、まあ楽しかったぞ。そりゃどうも、俺も楽しかったぜ。しみったれた空気は俺たちらしくない。最後まで一気果敢に片付けてやろう。一気かせいか、そうだぜ。俺たちはいつでも前を向いて敵に飛んでいけばいいんだ。行こうぜカイン。ああ、こういうみんなの最後に向けてのセリフが一体倒すごとに行くってわけか。で、続いてここでも、ただここは浮遊石が逃げるんだよな、骸骨によって。これか、見えない見えない床っていうのは。基本的に まああのセッションが発動したら12回ないし13回のつながりができるわけだ。天空、どれもつながらねえ。ならば他のやつらのレベルやらなんやらも上げておかないとな。うわ、318、さすがにでかいな、ここら辺のダメージは。なぎ払うガッツ、こんな名古屋ラクガジャブート、アムリタ、ラグネル、こっからつながるのはそこで降りるかあるかか。防御力が上がった。どうせまたしばらくはここら辺でさまようだろうから、
ドリブパフォーマンス。あれ後ろ向いた途端に外れたの面白いけどな。ドン。セッションつないでもらえるアイテム抜かりはないぜ。やり見切り。弓杯マスタリー。氷結無効。斧見切り。あれここは見えなかった。ここも降りれねえ。おっとっとっと。うわ、一方通行だったな、そういやこれ。あの山崎ひろなりさんのやつ。こっちに戻されたってことはさっきの道は間違っていたってことだな。あれ？なんか次の回に行ったら浮遊石分取られず、浮遊石取られるっていうイベントがあったような気がしたけど、もうこの回じゃなかったっけか。76。うわ、しかももう一回来た。興味ないな。やり見切り。あまり変わらない。50から49に減った。いや、白のレディアンと微笑み、氷の微笑み。興味ないな。
戻ってきたってことは こういう仕掛けないとばっかり思ってたのにな。出らんなくなった。とりあえず誰も何もかかんなかったな。あれ何にかかるんだったっけ。ダメージと魅了。ドリームキャッチャー、なんか UFO キャッチャーにありそうな名前だな、ドリームキャッチャー。そういえばさっき動画出しましたけれども、あのトイレットペーパーが転売するきっかけになったのが米子市の人がネットで中国のトイレットペーパーをメインで作ってるために、それでトイレットペーパーがなくなるっていうデマをネットで拡散したらしいです。ど田舎な県でようもまあやるもんだなって思いましたよ。ねえ、そう、エアハートライナー、ど田舎な剣で回したデマがええでことになったっていうので、こっちから登ってきたわけだったから、こっからまた移動して、なんか下にあるよ。あ、上に上がったからあるのはしゃあないか。あれ、浮遊石の泥棒はこの階じゃなかったか。291、揺るぎなき決意。なんかクロムの声やってる杉田智勝さんが、稲妻イレブンで剣を
放つ必殺技があるんですけれども、それをモチーフにしてるのか、さっきの技は。回復した上に追い打ちでさらに太陽で回復していく。ワイルドエネミー61か。勝負してみるか。アタックでも158。あれかい、今即死技ってのがさっきのやつか。うちの目された痛みなら、扉を開ける気になる。違うアタックじゃねえかい。早くも到達60レベル。まあ5期はあれずっと出ているわけだから、経験値もみんなよりもたくさんもらえる分、早めにレベルは上がるわな。天空。クリアのネミシス。どうにも繋がらねえと思ったら、スペシャルセッションの分だけ。金返された。槍に対して斧っていうのはお約束。
真剣ファルシオン。やっぱりファイアーエムブレムとなっちゃう真剣ファルシオンじゃないと。次戻れたら真剣ファルシオンすぐにカルネージしよう。ここだここだ。一瞬戻る場所どこだっけって思ってしまった。んで、ここじゃねえ。間違えて戻ってしまった。しかし槍の攻撃に避けてくれる剣士っていうのもな。すで命バクゼよドラゴン。もう一回戻る方法探さねえと。これでいいんだった。こっちで、あれ？ここ初めて行った場所？じゃあ実はこっちの道が合ってたってこと？ワイルドエネミー。いえ、避けられた。守り守ってくれるのもいいけれども、自分のヒットポイントも考えないよ。さっき聞いたばっかりだからキャンセル。繋がらなかった今度は。
これも何度も出してるしな。俺が目覚める。偽計書。重力号を制す。ではない。戻ってしまった。やっとここまで戻ってきた。ちょっとセーブしとこう。最後の最後に回復を出してくれた。
ないと新しい場所に行ってるっていうこと自体もうあったよ。浮遊水晶、つまり今度は浮遊場所を探さなきゃなんないってことか。しまった、わざわざ赤い。わざわざかセッションつながらない敵を選んでしまった。嵐を呼ぶ小学生、あっていうか魔物に小学生だったね。すっかり忘れてた。うん、せっかくのレアモンが出てきたのに、それで動きを止めるようにしたのに。残念でした。もう一回出てきてくんねえかな。交代とエスケープを間違えた。
59とまだ56のキリアとエリューを入れて、もう一回金色の反応出てきてくれよ。ときめき片思いってまだ出してなかったよ。こっから行けるのはここだけか。ハンコンコー。ワイルドエネミー。もうここのボスまで つまり道が違っていたってことか。ここからはもうこっちしかないので、やっぱりこっち側から行ってもここしか行けないってことか。ってことはこっちじゃなくってこっち側の方に道があるってことかな。ってことは。実はこっちの方で
最初に戻された。でここに戻ってきて、今の道があること気づかなかった。ってことは、さっきのが、なんかありそうだな。完全に迷った。通常攻撃でもセッションとつながるんだ。とりあえず一旦ここでセーブしておこう。深く考えるとめちゃくちゃな方に行っちゃいそうなんで、ここまでにしておきたいと思います。それでは失礼します。